ベペデンチ級元メンバー、プロ野球チームに入団。27日、ベペデンチ級の元メンバーで先日グループを脱退した DJ 銀太さんが独立リーグのプロ野球チーム北九州下関フェニックスに入団したことが、同球団の公式サイトより発表された。同球団は堀江貴文さんが設立した野球チームであり、DJ 銀太さんは内野手として登録されるようだ。これに対してネット上では、ネタにした見えないなどの否定的な反応がある一方、楽天創立前に堀江氏が近鉄を買収して東北に野球チームを設立する寸前まで行ったことなどを理由として、意外にも肯定的な意見も出ている。十中八九ネタだろうけど普通に人生楽しそうで羨ましいな。東福岡出身のプロ野球選手は村神様以来かな。銀太は推薦で神奈川大学野球部に入る予定だった男だからな。なぜかルールも知らないアメフト入って新人賞取ってたけど、ティモンディの高岸がわけわからん道を切り開いてしまったな。意味不明で最高なのでぜひ頑張ってくれ。なんじぇ今 Q チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録コメントもよろしくお願いします。